デイミタチオネ、クリスティキリストにならいて、は、トマス・アケンピスによって書かれた本である。第二の福音書、中世の最高の新人書とも言われ、聖書に次いで、カトリックのクリスチャンの霊的修練の書として、式辞階級に広く読まれ、親しまれている。修道者が修道者のために書いた本であるが、一般の修得書でもある。ラテン語訳は、匿名で1418年頃に出された。 他の著者説もあったが、現代では、ピ筆の著書とみなされている。キリストにならいては、14世紀から15世紀の神秘的ドイツオランダ学校の文書であり、宗教改革前のカトリックキリスト教の最も偉大なディボーションの手引きの一つと認められている。イエズス会は公式に訓練で使用する。ローマ教皇を中心とするカトリック教会だけでなく、 多くのプロテスタントもこの本に高い評価を与えており、無意出版が出している。日本でも16世紀後半に、コンテムツスムン字として翻訳され、ローマ字版が1596年に、漢字ひらがな版が1610年に刊行された。ジョン・ウェスレイとジョン・ニュートンは、改新に影響を与えた著書として挙げている。ゴードン将軍はこの書をもって戦場に赴いた。ありがとうございます。